要するに先代の生徒会長に追放されていた生徒がその引退を受けて学園に帰ってきたってことかい。その子が君の頭をブロンドにしたと。うん、そうに違いないんだ。だって彼は、エズマチ君はあらゆる色を支配する色使いなんだから。色使い？なるほど。驚かないの、熊川君？いや、むしろ納得したのさ。道理で今週の週刊少年ジャンプは豪華だと思った。週刊少年ジャンプがフルカラーに？新しい生徒会長である僕に対する挨拶代わりといったところかな。君の髪も挨拶代わりか。こんな挨拶代わり挨拶に困るよ。そりゃそうだ。会いに行こっか、その色使い君に。そうだね、私の髪を直してもらいに行こう。違うね、教えてあげに行くんだ。ジャンプのカラーは人気漫画と新連載と再生紙の色だけで十分だってね。